でもキョペイちゃんでした。こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども、昨日ね、ガチャで当たったこの赤い M4 なんですけど、これなんかね、撃破ボイスがあるらしいんですよね。教えてもらったんですけど、まあ俺当時は多分ね、覚えてたと思うんだけど、もう1年経って、これに撃破ボイスあるってことを忘れてたんでね、まあ今回ちょっとこれにボイスをつけていこうかなと思います。ちょっとなんかその前にさ、なんか当たりそうじゃない？ちょっと一回引いてみよう。何も当たんなかったわ。何も当たんなかった。びっくりするぐらいね。はい、ということなんで、ちょっとこの M4 をね、今回進化させて、撃破ボイスをね、ちょっとつけていこうかなと。これ持ってなかったんだね。当たんなかったんだよ、多分当時。欲しかったとは思う。欲しかったけど当たんなかった。だから今回は、無事にね、ゲットできたんで、ちょっと進化させていきましょう。さすがに金地系1枚ではつかないよね。まあ、これで銃剣がついたんだよね。M4A1 豪華版ですね。まあ今となってはさ、撃破ボイス付きの AWM1 本に11万円も使わなきゃいけない時代ですから、そう考えるとこの時はなんか良かったよね。だって金地系ね、2、3枚で撃破ボイスがつくんだもん。あるね、効果音下の方にね、撃破カウンター、効果音と、キルカウンターと一緒に撃破ボイスもつきますということなんで、これ金地系2枚だよ。いや、安いって。あの AWM に比べたら、電動の AWM に比べたら、激安価格。ということで進化させていきましょう。はい、ポン！はい、来た。機関版。これで撃破ボイスがつきましたと。これ聞けるんだよね。なんか俺前さ、聞き方わかんなくて聞けなかったんだけど、なんか結構コメント欄で、左上の丸1ってのを押すと聞けますよみたいなね、教えてもらったんで、ちょっと聞いていきますか、このね。はいはいはい、これチャンみたいな、チャンって音するね。まあ、そしたらこの M4 をちゃんと装備して、これでいいんだよな。あれ、俺なんかさ飾り持ってんだけど。そっか、多分去年飾りだけ当たって実際の銃は当たんなかったんだね。まあ、それが1年越しに、やっとゲットすることができたと、ああいうことですね。じゃあちょっと実戦でこの M4 をね、苦手なんですけど使っていきたいなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。おーっと、後ろにすぐいるよ。これかぶりそうな予感。このさ、銃を進化させた後のその銃を使いますよの一戦目が一番緊張するわ。あ、やっぱ来てるわ。あ、やばいかも、これ3階っぽくね。2階から去るか。あ、いい、行くよ。3階っぽい。いや、ん、違うな、これ2階だな。2階にいるぞ。いや、ちょっと待って、防具欲しいな、アーマーが欲しい。いや、絶対いるわ、100% いる。ちょっと待って。ちょっと待ってね。M4 を拾っといて。いや、絶対いるよな。なんか窓の外っぽい。ちょっと待って。窓の外にいるんだったら、この上から。はい、アーマーゲット。よし、これでいい。上からさ、攻めるか。ん？窓の中入った？入ったっぽい。中入ったな。あれ？あ、いた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 、いたな。いたいたいた、いたわ。ん？攻めてくる？おお、強気だね。強気だね、それは。あれ？撃破音？撃破音鳴った？あれ？撃破音？おい、自分の声がでかすぎてちょっと撃破音聞こえなかったんだけど。ちょっとタイムタイムタイム、ちょっと待って。やらかしたかも。ちょっと編集で、ちょっと編集で今の部分、俺の声のトーン下げるか。ちょっと聞こえなかったわ。みんなに聞こえるように、ちょっと僕のボイスをね、ちょっとそこの部分下げときますね。やっちまったわ。やらかしたな。お、16もあるよ。これ一応さ、持っといていい？一応ね、一応万が一の時のためにね、まあ、基本的にはまあ、M4 をちょっと使っていこうと思ってるけど、万が一に備えて一応ね、16を持っていくと。アンチ遠い。敵ちょっともっといないかな。こういう時に限って敵がね、まあ、1人しか被んなかったっていう。やばいな、アンチが外れすぎて
ずっと移動してるんだけど。やり直して、これ。やり直したいけど、もうキルカウンター1ついちゃってるからやり直せないっていうね。なんかこの辺雰囲気あるな。いそうな雰囲気はあるぞ。結構ね、いるんだよ、この辺。メリーゴーランドとこの3軒のところって。あの、3軒のところにさ、ジャックの宝箱あるから、割とそこいるんだよね。なんか、不意打ちだけはやめてほしいな。どうしよう、そろそろ、M4 に切り替えとか、次ちょっと倒す機会があったら、俺は黙るからね。ちゃんと黙る。激ハーボイスをね、皆さんにお届けするために。多分さっきは完全に俺の声で、かき消されてたような気がする。お、なんか CS の音。メリゴーからだね。いるね。どこだ？どっから巣立ってる？あー、いたいたいた、屋根上にいるじゃん。いや、あれ16だったらな。ちょっと M4 なんでね。ちょっと近づきたい。いや、むずっ。ちょっと右回るか。むずいよ、M4。ちょっと黙るよ。はい、どうですか、聞こえました？シャンシャンってちゃんと聞こえてたと思う。今はちゃんとしっかり黙ってたからね。残り7人だよ、これ勝てそうだな。俺割とね、あの銃を進化させた後に、じゃあ実戦で使っていきましょうっていうその回って結構ね、勝率いいんだよね、マジで。割と勝ってる感じ、イメージがする。ちょっと一回回復入れるか。あ、待って、あそこにバイクあんだけど。絶対いるじゃん、あれ。絶対いるって。あそこ。あの六角。壁沿いを走って。ちょっと近づいたら、腕投げる。もう一人ぐらいやりたいな、M5 で。こっから腕投げてみるか。絶対いるでしょ、あれだって。あんな。もう一発ぐらい投げてくる。ほらよ。当たってる？これ。当たってないな。いない？怖い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 。え、入ってる。いや、いない。ん？あれ？いね。いないんかい。いないんかい。めっちゃビビってたわ。じゃあもうみんな観覧車、行ってんのか。残り5人。だいたい1人はあの観覧車乗ってんだよね。俺調べでは。アンチを打った時、だいたいあれに1人乗ってるから。1人毒ガスで死んで残り4人。後ろいないよな。さすがにいねえか。これアンチ閉まったら結構痛くなるからね。ちょっとアンチの中に入んないと。どこ行くって話だけどね。いや、海沿いかな。海沿いっていうか、川沿いの平裏でいいか。下やったね。さあ、アンチ。あ、ずれた。どこの家入ってるこれ。あ、まだ痛い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 。ちょい、どこ、後ろどっから、全然わかんなかったんだけど。どこにいた、どこにいた。ちょっと待って待って待って、見たい、素で見たい。どっから撃ってきた。いたか、橋の下。あ、違う、橋の上からか。え、この人絶対さ、アンチで死ぬでしょこれ。あ、リロードまでして、絶対この後アンチで死んでっから今リロードせずに止血させてたら多分間に合ってた、ワンチャン間に合ってたけど。あ、ほらほらねうわー、マジかー。いや、もうさすがにアンチがいないと思ったんだけどな。道連れ食らっちまった。まあ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 、一応ね、激ハーボイスはお届けできたと思うんで、まあよしとしましょうはい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。